こんにちは。ここ最近の声優さんニュースを見ていきましょう。今回のニュースはこちら。それではどうぞ。7月15日、電撃文庫の30周年を記念した電撃文庫30周年夏の祭典オンライン2023が開催されました。1日目は16時55分から23時10分までで、これに松岡義嗣さんが18時からゲームソードアートオンライン特番、19時から豚のレバーは加熱しろ、21時からアニメソードアートオンライン10th anniversary project beyond と3作品で登場する予定だったんですけど、松岡さん体調不良で最後の SAO 特番には参加できなかったんです。自分も配信を見てましたけど、明らかに様子がおかしかったです。18時からのゲームソードアートオンライン特番に登場された際は、 MC やキャストさんのトークに頑張って相槌を打ったりコメントをしていたものの、松岡さんが豚役で出演するアニメ豚のレバーは加熱しろ特番に楠木智さんと登場された際はね、一目見てわかるくらい額から大量の冷や汗をかいていたんですよ。見ているこちらが苦しくなるくらい辛そうなんですが、一回だけね、 MC 天使向井さんからの振りに対して少し間があった後、あれ今なんて言いましたと聞き返す場面があったんです。松岡さん特番終盤で語られてますが、実はこの日極度の貧血で頭がずっとフラフラしぼーっとしていたそうです。このため後に控えていたアニメソードアートオンライン10th anniversary project beyond 特番の出演は見合わせることになったわけですが、この特番では声優島崎信長さん、日高里奈さんと3人で進行する予定でした。まあ松岡さんにはゆっくり休んでいただきたいんですけど、特番開始早々信長さんが、キリト、どうして、そりゃ僕の役目だ、僕が行くから君はちゃんと優しく世界を包んでと突然始まる裕次郎の熱演に、お隣の日高さんも爆笑。さらに信長さん、松岡さんについて、頑張り屋だからね、本当にプライベートでもメンタルが勇者で、己が犠牲になっても世界を救うをマジでやれるメンタルの男なんですよ。すぐ頑張っちゃうの。お前は何も悪くない、お前は最高なんだ、大好きなんだみんな、お前約束したろ俺と、お互いおじいちゃんになってもキリトと裕次郎やろうなって、だからしっかり休め、俺80になってもやるからと熱いメッセージを送ってました。この配信を見ていて思ったのは、松岡さんの仕事への熱意が半端ないということと、裕次郎が信長さんでよかった、最後に日高さん可愛い、この3つです。先日放送された内山由美さん、谷田梨沙さんがパーソナリティを務めるラジオ、由美梨沙のラフストーリーは突然ににて、リスナーからのお便りに対する梨沙さんのコメントがぶっ飛んでいたんでご紹介します。男性リスナーさんからね、ファストファッション店でズボンを試着中にしゃがんだことでお尻の部分に穴が開き、それを購入して帰ったというお便りが届いたんですよ。谷田さん、お尻に穴が開いたズボンを買って帰ったリスナーを元気づけようと思ったのでしょう。ポジティブに考えると、トイレ行きやすくなったよね、脱がなくても良くなったね。これを聞いた内山さんから、ちょっと待って何を言ってるんだと制止されるも、お尻の部分だから良かったじゃんと続けて話す谷田さん、内山さんから、怖い怖い怖い、絶対参考にしないでくださいねと言われてましたけど、皆さんこれはね、トイレには行きやすいでしょうが、同時に刑務所にも行きやすくなります。さくらあやねさん、アニメ私の幸せな結婚とか、来年放送のドサンコギャルはなまらめんこいなどで上田玲奈さんと共演されてますが、なかなか上手に会話できないようです。例えばドサンコギャルの現場だと、共演する花森ゆみりさんは後輩で年下だし、デビュー当時から知っているから普通に喋れるそうですが、玲奈さんに至ってはね、そもそも上田さん呼びなんです。そんなさくらさんも先日アフレコ現場でレイナさんに話しかけてみたそうです。なんでそんなに荷物パンパンなのと、するとね、レイナさんカバンの中身を見せてくれたそうで、何が入っていたと思います？未開封のスプレー缶、そしてシルバニアファミリーなんです。シルバニアでカバンがパンパンになる光景はなかなか珍しいかと思うんですけど、さくらさんこれ何に使うのと聞いたところ、可愛すぎる答えが返ってきました。ゲーム収録とか台本片手に一人で収録するとき、シルバニアファミリーを前に置いてそれに向かってセリフを発しているそうです。ただレイナさん曰く、顔があれば何でもいいらしくてね、さくらさんがじゃあさ、ペットボトルに顔描いてやればと提案したところ、レイナさんああとなって、翌週カバンからシルバニアファミリーが消えていたとか。まあレイナさんといえばね、シルバニアファミリー好きで有名なんですが、これが心の支えになっていた場合、ペットボトルに置き換わったことで芝居に気持ちが入らなくなるなんてことはさすがにないと思いますが、まあ心配です。さくらさんの上様呼びが聞ける日は来るのか、楽しみに待ちたいと思います。
杉田智勝さん原作脚本で現在鋭意制作中のボイスドラマ作品魔境街、そのキャストが7月15日に明らかになりました。物尾町にはびこる都市伝説と向き合う公務員遠山新役細谷義正さん、物尾町の裏の治安を支える何でも屋ケイオス役を杉田智勝さん、遠山新の双子の弟遠山優役を小林千佳弘さん、謎の存在お嬢役前田香織さん、物尾町役場生活向上課に勤める女性吉見蘭役を上坂すみれさん、吉見蘭の妹吉見天役を森谷京香さんとなってます。杉田さん原作脚本というだけで面白そうなんですが、物尾町といえば2013年に発売された杉田さん原作のゲーム月影学園校にも登場した町、何か関係はあるのか、未だ謎に包まれた魔境街ですが、杉田さんのラジオも絶賛放送中なので気になった方はチェックしてみてください。リンクを概要欄に貼っておきます。ところで7月26日配信のラジオに声優森谷京香さんが登場されるのですが、杉田さんこんなツイートしてます。ほぼ話したことないんでメールで助けてください。ほぼ話したことのない女性声優さんと杉田さんがどんなトークを繰り広げるのか非常に楽しそうなので、これは要チェックです。これから解説する内容ですが、アニメ推しの子第7話以降に関する若干のネタバレがあります。見る予定だけどまだ見てないっていう方、例のごとく飛ばしてください。さて先日放送された推しの子ラジオ第8回に愛役高橋理恵さんが登場されたんですけど、そこで語られた岩見真中さん演じる黒川茜が愛をトレースした演技に関しての理恵さんの感想が面白すぎなんでご紹介します。理恵さん、黒川茜が推しキャラで、オーディション前もともと原作を読む段階では茜を演じてみたいと思っていたそうです。さてアニメ推しの子第7話で黒川茜が愛をトレースするシーンですが、声優高橋理恵ではなく推しの子の一ファンであり黒川茜推しの高橋理恵として第7話を見た結果こう思いました。推しが愛の芝居の真似をする、愛の芝居ってつまり CV 高橋理恵なんだよな。意味わかんないの私、わかる？推しが私の芝居してんの、オタク目線なのに愛の声優をやってるがゆえに私今世界で一番幸せだなって思ったの。こんなオタクいないと思うよ。はい、ということなんですが、そんなディエさんが愛を演じてくれたことをオタク一同誇りに思っております。ウマ娘プリティダービーグラスワンダー役を演じる声優前田玲奈さん、競馬が趣味でね、川崎競馬の YouTube チャンネルなどにもたびたび出演されているわけですが、先日こんなツイートをしたんです。ご報告、昨年から目標に掲げ続けていた帯、ついに昨日の函館2歳ステークスで達成いたしました。しかも2帯だ。まあ自分もね競馬は詳しくないんでいろいろと調べてみたんですけど、競馬を知らない方だとつまりどういうこと状態なんですが、結論を言うとね、レナさん馬券が的中して払い戻し金がなんと200万円超えなんです。帯とは100万円の札束を束ねる帯で、それが2帯なので200万円ということ。こちらがその馬券なんですが、7月15日に開催されたレースでまさかの1着2着の馬を的中させたんです。馬券にある馬単、1着と2着になる馬の馬番号を着順通りに的中させるものでね、払い戻しは今回のケースだとかけた金額の 418.9 倍になるそうで、前田さん5000円かけていたので結果的に200万円超えというわけです。ネットではあのレース当てたのはさすがすぎる、400倍に5000円という単力よ、マッチョすぎるわ、ビギナーはこんな買い方しないですよ、さすがグラスワンダーの中の人といった声で盛り上がってました。続けて前田さんこんなツイート、私が次頑張るのは納税です。声優って自営業なので税理士さんに頼んできちんと確定申告していただいていて、毎年頑張って納税しています。ええ、いきなり現実的なお話なんですが、調べてみるとね、競馬で年間50万円を超える儲けが出た場合はその年の一時所得として確定申告が必要みたいです。さらにこんなツイートをしていました、2022年は車に当てられてネットニュースになり、2023年は競馬で帯を当ててネットニュースになる女、それが前田玲奈。まあさらっとすごいこと言ってますけど、玲奈さん去年9月下旬に夜横断歩道を歩いていて左折してきたタクシーにひき逃げされています。ということで玲奈さん競馬関係のお仕事も増えているそうでね、声優さんがいろんな業界で活躍されるのは見ていて気持ちの良いものだと思いました。7月17日、春野杏さんがご結婚を発表されました。春野さんといえば、アニメ、ブレンド S、星川真冬役、ゆらぎ草のゆうなさん、しがらき小ゆず役などを担当された方、春野さんツイッターにて、私、春野杏は、本日、令和5年7月17日、かねてよりお付き合いをしておりました男性と結婚する運びとなりました。彼は、サラリーマンと結婚するという、幼い頃からの夢を叶えてくれたサラリーマンです。と報告。ということで、春野さん、幼少期からサラリーマンと結婚するのが夢だったそうでね、
それが叶ったということなんです。さてブレンド S では出演声優の脇あずみさん、木戸あかりさんとともにユニットブレンド S を結成してましたが、メンバーの脇あずみさんからは、アンズ結婚おめでとう、大好きな親友の結婚めちゃめちゃ嬉しい、おめでとう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 、幸せなアンズを見れるだけでこっちも幸せ、永遠にお幸せにとツイート。木戸あかりさんも、本当に本当に本当におめでとう、こっちまで幸せ、今日はいい日だとお祝いツイートされてます。以上です。